いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。RTA レイク、バグ解説とかしたリベンジ動画な感じになる。メタルマックス2の RTA リベンジ始まるよー。大変お待たせしました。それでは早速スタートです。はい、用意スタート。世界を救うのはいつだってホモ、古事記にもそう書かれている。そうだよ。本作は Y ボタンのコマンドスキップを使うことにより、メッセージなどを一切表示させずに進行できる仕様上、ストーリーやアイテム取得、一部メッセージが全く把握できない場面がありますので、あらかじめご了承ください。また、前回と同じ解説も本動画では含まれますが、リベンジから視聴される方でも、本動画のみで把握できるようにするためです。それに関してもご了承くださいませ。ここから主人公の操作が可能。まずは設定を最適化しましょう。なお、ここの設定は前回と異なっており、移動用の一番左下のコマンドを上行にします。戦車と人間用は、右上に逃げる、左下に上行、と、位置を揃えて操作ミスを招かないようにしました。ボタン設定もセレクトを道具に。なお、このコマンド配置変更は、バグ利用のためです。バグの解説は実際使用するときに、前回は設定を各々が操作しやすいようにいじくればよかったのですが、今回から移動とボタン設定は必須となります。ボタン配置の詳細は右枠をご参照ください。酒場にいる全員との無言会話を済ませ、マリアに話しかけると、イベントが進行します。警察だ！6時の方角より敵集団接近中！ほら、さっさと用意しなさいよ。そして、イベント進行に入っているわけですが、何にもできることはないので、退職していくとございまする。リベンジ動画だし、多少はね。戦闘モードを D にするとダメージ表示などが省略。アニメーションだけ表示され、メッセージは戦闘中だけになります。C だと、全アニメーションの後に、ダメージ表示を一気に表示。D は、1回ずつ戦闘処理がされ、A は、メッセージのみになります。各戦闘メッセージは、最速にしていてもそれなりに時間を食うので、基本は D 設定が一番早いです。ただし、パーツ破壊をされたかどうかは、判別がつきがたいのでそれだけは注意してください。さてと、やっとこさ自由行動です。流し台横から火炎瓶を回収。続いて外へ赴き、人間道具屋の裏へ侵入して、木箱から回復カプセル2個を回収していきます。今更ですが、本チャートは前回とは別のバグを活用するため、大幅なチャート変更を行っております。が、中盤までは変更がないので、前回とほぼ同じ工程を眺めることになります。なので、特定の場所以外での移動などは、ぶんぶん倍速していきますので、その点に関してもご了承いただければ幸いです。このエルニーニョまでの区間は、ほとんどの敵がデスエンカになるので、少しでも削られたら回復しましょう。常に全回復にしておかないと、逃げミスであっという間に移ります。エルニーニョに着いたら、まずはレンタル屋の北、隠し部屋から、メカニックグラブと、回復ドリンクを回収。この装備はすぐに転売しましょう。無駄借りできずにお金に困るからね。ジェンコとメカニックグラブを売却。こんなお粗末な武器では、敵さんは満足してくれないからね。花火は捨てるでも構いません。お祭りだからって、燃やしすぎちゃいかんぞ。売却が終わったら火炎瓶を2個購入。これがないと、次のイベント戦に勝てないよ。売買が終わったらレンタル屋でのバスを借りて、窓へ戻りましょう。では、戦車ドッグ内のじいさんのとこへ。よう、パチリ、遊びに来たぜ。物をよこせ。
ガルシアの乗っていたバギーを修理したとのこと。選別としてもらえるので、遠慮なく牽引していきましょう。ありがとうございました。バギーを牽引したら、タイル自動販売機へ。タイルパック 80×5 は 600G と表記されていますが、設定ミスで 80G で購入できます。また、受け取ったバギーは大破しており、一旦、トップを出入りしてから G さんに話しかけないと、そもそも修理すらしてくれませんが、自動販売機のメニューを開くだけでも OK？ 間違えて窓に飛んだ。次に行くのはエルニーニョなんだよ。なんで奥まで進んだし。エルニーニョに着いたらすぐ上の施設へ入り、バギーに乗り換え、バギーに積んでいる道具と、のバスの道具を交換します。レンタル戦車の装備や道具は、使ったり受け渡すことができないのですが、他の戦車に積んでいる道具を渡すことで、道具を交換することはできるのです。あ、ただしできるのは道具だけです。装備を受け渡すことはできませんぞ。道具だけ設定を入れ忘れてる、はっきりわかんだね。トップシステム以外の道具と機銃を売り終わったら、補充をしておきましょう。なお、前回はのバスもまとめて補充してましたが、バギーのみを補充するように。では、これよりベイブリッジへ。グラップラーどもに書き込みだー。ほらほら、免許見せろ。あ、しろ。ここの戦闘は前回と全く同じ、負ける要因も一切。ナイス。1ターン目はここでグラップラー1体を始末。2ターン目にグラップルタンクに火炎瓶。3ターン目に残りのグラップラーを始末したら、あとは残ったグラップルタンクをパパパッと燃やして、四方打ち込んで、終わり。また普段ならば、炎上が終わる頃には、戦車は倒せてるはずなのですが、今回は乱数が悪く、1ターン余分にかかりました。まあ誤差だな。ここがお前らの死に場所だ。死にやれ。やりました。敵車両撃破です。やりましたね。やりますね。ベイブリッジ戦で勝利するとレベル5になります。ステータスの吟味はしませんが、素早さが伸びてほしいところ。戦闘終了後、テッド様によるグラップラー天ぷらショーが行われますが、倍速させてもらいます。チャートの解説が必要な場所以外は、前回と同じじゃ、高速で流す価値がねえんだよらん。鳩場に着いたら、まずはレンタル屋へ。のバスを返し、代わりに装甲車を借りましょう。装甲車は、バギーの倍の硬さ、グループ攻撃のガトリング砲に、高火力の ATM ミサイルがあります。現時点ではかなり優秀なので、通常プレイでもお世話になることでしょう。忘れず補充を済ませたら、人間道具屋へ。人間道具屋では火炎瓶を補充し、次のイベントで必須となる修理キットを購入します。火炎瓶は普段は2個購入なのですが、先のグラップルタンクに3個使ってしまったので、今回は3個で。続いて隣の人間装備屋でメリケンサックを購入しておきます。さあ、ここの区間が、2番目に嫌いな運ゲー地帯。ここらは死亡回数がくっそ多く、装甲車を壊され、窓に戻されると、転送装置で、鳩場までは戻れないので、ビロスどころではない、ロスが発生するのでリセットしてます。例えばこんな感じで即死します。このクソ犬のせいでタイマーを止めた回数は、途中でカウントするのはやめました。さて、微糖のトンネルへ着いたら、修理キットを渡し、あずさへ向かいましょう。なお、前回は微糖をトビーと誤食しておりました。大変申し訳ありませんでした。それでは、あずさへ向かいましょう。あずさにさえたどり着ければ、装備意識が揃うので、犬での即死率が大幅に下がります。まさかの0円か。というわけでもなく、そもそも、ここまで犬に遭遇しないのが前提だったりします。あずさに着いたら、戦車ドップ2階のアイテムを回収。続いて砲弾屋で、ナパーム弾3発をバギーに積みます。このマグナムは現行最強火力、生身でもまともな火力が出せるようになります。バザースカにつけば非ボタンのドスがあり、そっちのが火力があるのですが、RTA では 1750G なんて工面できないので、最後の武器を購入するまで、ずっと握り続けます。
ャドップの次は、地中の最上階の木箱から、火ボタンの晒しを回収。なお、このプロテクターが犬の鉄鋼弾の会心などで破壊された場合、運よく生き延びても、バザースカで金策する手間が増えます。では、再び微糖のトンネルへ向かい、バザースカへ。2割ほどの確率で落ちることもありますが、基本は安定するので、バザースカまでは急ぐ。また、お金が不足することがあるので、片腕で枯れるのわかります。目安は3銭ほど。わしの進歩は進んでる、組んでやるぞ。やったぜ。腹の中でグルグルしろ。どうしたっていいから。手短なイベントを終え、トンネルを抜けたらバザースカへ。この街に着くと、うわ、客だー、と驚かれます。どうやらトンネルが開通するまで客は空っきしだったようです。バザースカに着いたら、まずはバギーの装備をすべて売り払います。続いて中へ入り、リサイクルショップで、片身を売却。ここでは、捨てることができない大事なものを 100G で引き取ってもらえます。続いて人間装備屋で装備を購入。このフライトスーツと安全靴がないと、以降の戦闘でダメージを弾けず、すぐに落ちてしまいます。そして、装備購入後に 250G 以上あると、自動販売機で、タイルパック 80×5 と、榴弾 ×5 を購入できます。これの購入のために、鳩場からあずさの区間で、3戦ほど稼いでおきたかったわけですね。とはいえ、バザースカには後ほど立ち寄るので、無理に稼ぐ必要はないでしょう。あ、そうだな。違うよ。早くホワイトニングよ。もっと下使えよ。では、続いてグラド博物館へ、戦車をもらいに行きましょう。博物館地下には犬が出るので、ちゃんと乗降して対処しましょう。鉄鋼弾が2連回進しない限りは、落ちることはないですからね。ここは本来面倒なパスワード探しがあるのですが、番号は4673で固定なので、初見以外はパス探しをする必要はありません。では、初のセキュリティ戦。行くぞ！パンチャー4！ このスネークポールは、高い火力と防御力に加え、高頻度で地面に潜ります。機銃だけでは時間がかかるので、ATM ミサイルと火炎瓶を使い、潜ると早いのですが、潜られると炎上ダメージも受けないため、こいつの潜る頻度で、タイムが数分ずれ込みます。理想は、ミサイルと火炎瓶が別のスネークホールに当たり、機銃走射で均等に削れればいいのですが、残念ながら本作は個別に攻撃対象は選べないので、どちらに攻撃が当たるかは運次第なんですよね。なんか、全然潜りませんね。一番運が腐ってる時は、潜って撃ってを、装甲車が壊されるまで繰り返されたというのに。うわ、ついに1回も潜らず。こんなの初めて。なかなかやるじゃない。僕だって、やればできるから。これは、冗談抜きで歴代最速だぞ。ああ、気持ちいい。気持ちいいぞ。褒めてやってもいいぞ。では、セキュリティ戦が終わったら、奥の端末を操作してリフトを下ろしていきます。右から順番に、ボズニアク SI、ジョノフ T1、ウルフを回収していきます。ここでコンピューターユニットと、エンジンが手に入るので、バギーの装備を一式売り払ってしまったわけですね。では、ウルフを牽引して持ち帰りましょう。バギー以外の戦車はデフォネームがないので、ウルフは、ただの和人と名付けておきましょう。こいつは比較的性能のいい戦車なのですが、重量があり、現時点では見合ったエンジンがないので、しばらくはただの置物になります。ウルフを牽引したら一旦バザースカへ戻り、13ミリ機銃を売り払います。ウルフが積んでいる、アハトアハトはとても優秀なので、バギーに乗せ替えましょう。この手法は次の賞金釘戦に必須となりますぞ。では、窓に戻ります。窓では、置物ただのを駐車させておき、借りたままになっているレンタ戦車を返却。
バギーの補充を済ませたらアズサへ飛び、北上しましょう。そして、微妙な修正点なのですが、ここから副砲ではなく、主砲がメインになるので、コマンド設定を変更して、主砲を左上に設定しておきます。この起点を調べると、砂まみれんこと、装甲車が手に入ります。この戦車はバギーの倍の硬さを持ちながら、軽量で、十分な装甲を張れるので、誰もがお世話になるであろう、優秀な戦車なのです。RTA でも非常に頼りになるため、その頼もしさにふさわしい、カンナと名付けることにしています。あんたね。なお、ここら一帯にはサイゴンという賞金首がおり、遭遇すると尋常じゃないぐらい消耗するので、タイルパック80を積むのは、こいつの対策だったりします。ミラクルタワーに着くと、最上階からエビフライが投下されます。話しかけると、連れ歌えるので、ついでに持っている火炎瓶を頂戴しておきましょう。火炎瓶は、この先のセキュリティ戦では、貴重なダメージソースになりますからね。ではセキュリティ戦。行くぞ！ガンコールは火炎瓶1個、1個1発で倒せます。燃えるね！セキュリティ戦は2戦あるので、1戦目は適当に中アーム弾1発でまとめて燃やし、次戦は弾の節約して、先ほどの火炎瓶を投げてやりましょう。体力とかいいから、素早さ伸びてほしいんだよな。さて、お待たせしました。牽引バグのお時間です。この先のセキュリティ戦とグラップラー戦は、本来は生身で戦わねばならないのですが、3本ずつ入れ合った。この牽引バグを使うことで、戦車で挑めるのです。牽引バグのやり方に関しては、前回解説しましたが、わかりにくかったようですので、戦闘画面を流しつつ、右枠で解説オーバー。まず、乗車している戦車が、入力した方向に進まず、向きだけ変わるのが第一条件。次に、牽引してる車が、壁抜けしたい方角に、1マス以上前進ができること。そして、パーティーが2人以上かつ主人公以外は、車に乗っていないこと。この条件が揃えば、どんなとこでも壁抜けできます。今回の場合は、まず、図1のように配置。続いて、図2のように一旦乗降。乗降の際に、牽引を外した、とメッセージが表示されないとダメです。そして、1歩移動して、次の1歩で壁抜けさせたい方角にキーを入力。これをすることで、牽引してる戦車が、障害物を無視してずんずん前に進んでいきます。これを繰り返せばどんなとこでも戦車を運べるぞ。バグにかかれば戦車は空だって飛ぶし、壁も抜ける。さて、これで牽引バグ解説は終わり。これでみんなも牽引バグマスターだぞ。なお、裏で行われていたグラップラー戦ですが、運が悪いと油弾3発では落ちず、1ターン余分に時間かかったりします。グラップラートリオ戦が終わったら、一度ドッグシステムで外へ。二度目のお邪魔しますよ、スルスル。では、今度はエレベーターの裏まで、バギーを運びましょう。なお、牽引バグ中にエンカウントしてしまうと、元のマスまで戻されてしまうので注意。エレベーター裏まで運ぶのに何度も円滑すると、円滑内容によっては3分以上ロスすることも。ま、そんなクソツンは1回しか遭遇したことないけどね。9階へ着いたら、グラップラーのいる部屋へ。イチャモンをつけてきますが戦闘にはならず、端末前にもいますが押しのけて、パスワード3374を入力します。本作のパスワードは全て固定なので、探す手間が省けて楽ちんちんなのです。この先のシャッターを開けた先では、パスワードを入力していないとセキュリティ戦があり、ホール系が3体もいるため消耗する以前に、潜られるせいで激烈にロスします。というか、夜に遭遇した上に、とうとう不可のグラップラーを呼ばれて最悪な状態に。1分半ぐらいかかりましたね。ブルベロスは逃走可能なのですが、とうとう不可のグラップラーを呼び上がります。しかも2匹も湧いたので、グラップラーを最大数まで呼ばれるという。さて、最上階へ着きました。いよいよ四天王スカンクス戦。装甲が十分でないと耐えきれないので、しっかりとタイルパックを貼っておきましょう。なお、サイゴンに遭遇していた場合、ギリギリ装甲が残るか否かってぐらいの接戦に。
猿なんかに戦車が負けるわけないだろ。スカンクス覚悟。初の賞金首戦、スカンクス攻撃始め。戦争はまず戦闘モード A に手榴弾などを連続で投擲するモーションがかなり露出ですよね。燃え上がれ。こいつはプロテクターをつけているので生半可な攻撃は弾かれるのですが、アハとアハとならば一発で破壊可能。あとは中アーム弾を打ち込んで火祭りにして落ちるまで飛行で撃ちまくるのじゃ。いけいけ、潰せ、殺せ、やっちまえ。やっちまうぞ。やっちゃいますか。やっちゃいましょうよ。そろそろ終わりかな。これでとどめじゃい。猿の丸焼き。あ、いいっすね。なお、ブラックラー2体を先に始末してしまえばという提案もありましたが、榴弾を打ち込んでもランスが低いと3ターン生き残り、その間にスカンクスに削られダメージレースで負けることがあります。素早さ成長15、いい数値だー。森へ帰るんだな。お前にも家族がいるだろう。哀れ猿は爆破師さん、あの世で家族と仲良くな。東へ進めるようになったのでデルタリオへ向かいましょう。町に着くまではほぼ安全なので見どころもないので倍速してます。まあバズーカドーベル開始2連を食らいタイマーストップに陥る事案はありましたが、デルタリオにここまで来るとなぜかホッとする。ホッとしない。この街ではインテリショップでカメ食い虫を購入。これは億万長者バグに必要となります。なおチャート変更により今回はサルベージアには用はありません。ではソルジャーを蘇生するために窓へ。ここからソルジャー復活イベントをこなすのですが、変更点もないので倍速。ソルジャーは復活させるとデルタリオの酒場へ移動。その後に港へ向かうとサメイベント発生。それが終わると再びソルジャーがエビフライになるので、引っ張りサイド窓へ戻り復活させることで初めてソルジャーは仲間になります。またこの際ついでに人間道具や泣き箱からポチボンベを回収します。このポチボンベは全体200前後回復する無限に使用できる便利アイテムなのですが、前回のような悲劇がなければ出番はないことでしょう。ソルジャー復活イベントが終わったらイリットの右隣にあるカネクイムシへ。ほら見ろよ見ろよ、ほらほら見ろよ見ろよ、ほら嬉しいだろ。カネクイムシに架空の貯金を食わせたらデルタリオへ戻りましょう。デルタリオからイスラポルトへ向かうのですが、その前に戦車装備屋でいらないパーツを売却すると、なんと、いいよこいよ8000万円で売れるのです。おさい銭箱がたっぷり。キングイムシバグに関しては前回解説した内容と大差はないのですが、一応解説オーバー。まず、カネクイムシに所持金額よりも大きい額を食わせ、決定ボタンを押してからキャンセル。その後、いらないアイテムを売却すると食わせようとした金額が大きいほど膨大な額でアイテムが売れるのです。この際、戦闘をしたり、アイテムなどを購入してはいけません。なぜ、こんなバグが発生するのか、私には理解に苦しむね。億万長者になりてぇなぁ。俺もなぁ。一日三食飯が食べたい。イスラポルトには、戦車ドッグ以外には用事はありません。B ハブに会う必要もありません。戦車装備屋で、エンジン3個と、C ユニットを購入。終わったら、シャシー改造屋で、バギーの弾倉を1段階強化、カンナに大砲をつける穴を開けます。シャシー改造の流れは前回と同じですね。ただ、今回はエンジンの強化は不要。そして、これらの準備が終わったらエルニニョへ。本チャートはここから大幅に変更されており、前回とは全く異なった手順となります。正規ルートでメカニック救出をするためにまずは左上の宿屋へ向かいます。この宿はブラックラーどもに占拠されており2階に人が捕まっております。
2階へ上がろうとすると邪魔をされ、ベッドにいる男に話しかけてからグラップラーのとこへ行くと、戦闘になります。こいつらはクソザコナメクジ君なので、パパパッとほくって、終わり。お前らそんな弱くて、恥ずかしくないのかよ。戦闘後にグラップラーを押しのけて2階へ。2階に行く通りに捕まっている人が、トレーダーに、と言われるので、仕方なく寝ているグラップラーから鍵を盗み、解放してあげましょう。解放してあげると、お礼をすることもなく、人間道具屋の隠し通路の先へ逃げ込みます。お礼もよこさず逃げるとか、絶対許さない。待てー！待て、待て、石君。待ってくれ。次の人事会でチームに推薦してやる。人間道具屋の前のドラム缶は、一つだけ押すことができ、地下への階段があります。地下通路を抜けた先には金馬という人物がおり、トレーダーを救出した状態で話しかけると、金馬という人物に会うのに必要な、金の入れ歯をもらえます。来たね、来たね。気持ち悪いわね。早く行きましょう。金の入れ歯を入手したら、鳩場へ飛び、戦車を降りて、下水管理局へ向かいます。ここで戦車を降りるのは、後で戦車の回収が楽になるからです。ここは下水管理局。ここの地下に銀歯がおり、金の入れ歯がないと話を取り合ってはくれません。また、ここでは殺人アメーバや、ヒルゲヨなどと演化するので、適正レベルで来ると割と怖いとこでもあります。演歌多いなぁ。この先に銀歯が隠れており、金の入れ歯を持っている状態で話しかけると、エルニーニョに捕まっているメカニックのとこまで来てくれ、檻の鍵を開けてくれるのです。これが本来のメカニック救出の手順なのです。鳩場に着いた頃には2人パーティーにできるのですが、RTA ではむしろ邪魔になるので、この段階まで仲間にせずにいたわけです。これでやっとコサフルメンバー。犬？知らんな。なんだこの。おばさん。おばさん。だとふざけんじゃねえな。お姉さんだもん。メカニックのお姉さんとの挨拶を済ませたら、洗車を拾いに鳩場へ。レンタル洗車屋で久々ののバスを借りて、ドッグシステムで鳩場へ飛びます。エルニーニョへ強制で飛ばされてしまうため、鳩場の前に戦車を止めとく必要があったわけですね。では、これから窓へ戻り、本チャートの真髄を皆様に今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。いきなりバグ技から始める RTA、第2部、始まるよ。3人パーティー、戦車3台で初めてできる。30時間の調査の成果を、今見せてやるぞー。目標ポイントに着いたら、セレクトボタンで道具欄を表示してすぐキャンセル。メニュー一覧が表示されたら上行。狂ったメッセージが出たら、同じ方法でまた上行。メッセージが流れ切るまでコマンドスキップは厳禁。メッセージが終わったら、上キーを入力。いきますよ。いきますよ。行く。まばたきをしたらそこは、モロポコでした。これが、本チャート最大の変更点。タスさんが駆使していたポストバグ。当初は、このポストバグの原理が理解できず、ワープに成功しても、遷移場所が安定しなかったりで、タス以外には使いこなせないと判断し、チャートには組み込まなかったのですが、前回のチャートを改善して安定性を上げたら、最速と思われる記録を叩き出せても、2時間30分台が限界でした。そのため、私が記録に肉薄するには、これしかないとポストバグの調査を始め、打走者も安定率が低い、と言っていたポストワープバグを、ついに安定させることに成功したのです。まずはじめに、ポストワープバグのやり方を解説いたしましょう。このバグは、戦車3台と仲間が3人いなければできません。そして、ボタン設定で道具や装備メニューを、ショートカットで呼び出せるようにすること。最後に、移動用メニューに条項があること。この3つが発動条件。続いて、実際にバグを発生させる手順。
まず、戦車に乗った状態でポストを調べ、すぐにキャンセルする。続いて、特定のマスまで移動。到着したら、ボタン設定で登録したショートカットの、道具や装備の欄を開いてすぐキャンセル。移動用メニューになったら、乗降を選びます。戦車から降りると謎のメッセージが表示されます。謎メッセージが確認できたら、同じ方法で再度乗降。すると、投げかガルシアのメッセージが流れます。スキップせずメッセージが流れ切り、全員乗車したら、任意の方向へキーを入力するとあら不思議。瞬く間に各拠点に移動できるぞ。どんなとこでも電波飛ばしちゃうから。ポストを調べてからは、人に話しかけたり、何かを調べる行為は禁則事項です。また、手順以外の方法でメニューを開いたり、乗降などをしてはいけません。さらに、この戦意バグはマップの出入りや、施設に出入りしたりするたびに変動してしまいます。チャート外の操作や行動をすると、戦意先が変わってしまうので要注意。この仕様により、最初はワープ先がコロコロ変わり、調査が難航していたのですが、トップシステムで窓に飛ぶことで、戦意先のパターンをコントロールすることに成功。操作ミスや余計な出入りをしてしまっても、トップシステムを活用すると、戦意パターンを修正できます。また、ワープが成功するマスは限られており、ご覧のようなマスが対象となります。画面が隠れてしまっておりますが、画像が小さいと把握できなくなるので、ご了承ください。他にも遷移できるマスがあるかもしれませんが、今回調査したのは、この86マス。各十字キーを入力した時に遷移する先の344箇所。これらの地道な調査をすることにより、ついに本チャートが完成したのです。本チャートで使うマスはご覧の通りになります。矢印は入力するキーを表し、数字はワープする順番です。なお、この画像は旧チャートも含んでいるため、5番、8番、9番は使わなくなりました。少々長くなってしまいましたが、ポストワープバグに関してはこんなとこですかね。現在、キャタピラビレッジ。ここでは、V48 コングを拾うついでに、埋蔵品無限回収バグを使います。どのようなバグか解説しますと、埋蔵されているアイテムは一度しか拾えないのですが、人間道具欄をいっぱいにしている状態で、埋蔵品を回収した後に調べるを連打。するとランダムで回復カプセルや石を拾うことがあり、これ以上持てないとメッセージが表示されます。この状態で再度調べると、なぜか同じ埋蔵品が回収でき、これを繰り返すと、なんと、無限にアイテムを回収できるのです。いいぞこれ。ただし、運が悪いと3台分回収するのに、2分以上ロすることも。埋蔵品は RTA では必須となるものはないので、ついで程度で拾える V48 コングだけは回収することにしました。回収、装備が終わったら180ミリバーストを買います。重量の問題で、先に購入しておけないのがちょっとだけ歯がゆいですね。前回と同じスタイルパック LL も限界まで積みます。終わったら窓に戻り、今度はレインバレーまで飛びます。と、ここで痛恨のミス。四方を装備し忘れていることに気がつき、誤ってメニューを表示させてしまいました。前述の通り、このポストバグは、余計な操作をすると成功しません。今回の場合は、ワープした後に装備をするべきでしたね。ご覧のように、ちょっとでも手順をミスると、メッセージがバグらなくなります。あのままポストに戻ってワープをしようとすると、目的とは違う場所へ遷移してしまうので、失敗したら、トップシステムを使い窓に飛ぶところからやり直しましょう。もう、しょうがないわね。何もしょうがなくないわよ。せっかくここまでいいタイムなのに、つまらないことでロスらないようにしましょう。さて、ここからメルトタウンへ向かいますが、そこまでにあいつと出会うか否かで大幅に時間がぶれます。至近距離に異常反応、警戒せよ。
超巨大戦艦ボルケンクラッツァー出現。うなびきよすぎ。一発目で軍艦ガウルスが来たー。無改造でも180ミリバーストならば負けることはない。ひこ玉砲弾をぶち込み経験値にしてくれるわ。撃って撃って撃ちまくって。暴力はとにかく撃ち込め。あ、ちなみにカンナーネキがやたら前に出てしまっていますが、これはポストバグの弊害です。ワープした後に来る最初の戦闘はなぜか真ん中のキャラの位置がずれ、敵に超接近した状態となります。2敵目は狂ってますが特に悪影響もないので気にしないでどうぞ。仕方ない。欠点や悪いところの一つや二つ誰しも持っているのだから寛容に受け止めてあげましょうや。そうだよ。さてそろそろ終わるはず。飛行の命無駄にはせぬぞ。16,383 経験値。そしてレベルアップラッシュだ。ここで重要なのはソルジャーの成長具合。おお、ホモの素早さもいい感じの成長。これは嬉しい。メカニックの成長は別に。しかもレベル2から15までなのでレベルアップログが長いこと長いこと。さて問題のソルジャー要成長。お願いします。前線シャウ。HP 成長合計549。普通だな。最低でモルグ17までは上げるのでそこまでに目標に届けばいいのですが、このチャートではあまりにも成長が悪かった場合タイマーリセットすらありえるぞい。例の運ゲーポイント以外は極力削れるとこは削りたいですからね。メルトタウンまで来たら人間も戦車も最終装備に。ここまで来たらあとは必須イベントを処理していくだけ。ではこれから必須アイテムであるシンクロナイザーとロックハッカーを回収しに行きます。アイテムがあるスワンとデビルアイランドは向かうのはどちらが先でも問題ありません。今回はデビルアイランドな気分だったので先にシンクロナイザーの回収に向かうことに。チャートにはスワンへ向かうと書いてあったのはここだけの秘密だぞ。そしてデビルアイランドはさほど解説することもないので。行きましょう。行きましょう。行きます。倍速しつつポストワークバグの補足解説をすることに。セキュリティ線突破してシンクロナイザー回収するだけだから多少はね。さて一見便利に思えるポストワークなのですが、ポストバグでバイアスして内部へは飛べないのと疑問に思われているのでは。その疑問にお答えします。結論から言いますと不可能です。と言っても絶対にとは言い切れませんが、あくまで試行回数を重ねた結果からの推測なのですが、このワーク現象はどうやらフィールドと町や施設への繊維処理に干渉しているようで、どんなポイントで繊維を試みても一度たりとも建物内部の階段や部屋へは遷移しませんでした。これはおそらくフィールドとの出入りする処理と階段などの処理は別物で、ポストで起こすメッセージバグは偶然このフィールドと町間の繊維処理に干渉しているだけなので、バイアスして内部などへ飛ぶにはポスト以外でワープするバグを発見するしかないのでは。そんなわけで結局バイアスして内部が運ゲーになるのはどうやっても避けれませんでした。ではでは続いてスワンへ向かいましょう。ただしメルトタウン同様なぜか直接は飛べないのでスワンの北にあるトレーダーキャンプを経由します。がここで大注意。安定化させることができるといったポストワークですが、トレーダーキャンプだけは違います。しっかりとドッグシステムを使って初期化を図っても参照しているメモリ先が町や施設とは異なっているようでかなりの確率でブレますが、
パターンは決まってるので調整はできます。今回は調整いらずで1発成功。南に向かい、スワンへ。もし、戦意先がブレていた場合、トップシステムを使わず施設や町の出入りをすれば、戦意先が変わるので、それで調整しましょう。幸い、1回でもデータ表通りのトレーダーキャンプへ飛べれば、以降は調査通りの場所へ飛ぶはずです。さて、スワンへ着きましたが、前回のように牽引バグは使いません。装備が最終まで揃っている上に、このレベルでは負ける要因もありませんからね。それでは、ここはセオリー通り。正々堂々と正面から3人でボコります。やっちまうぜ、お前。やっちゃいます。やっちゃいましょうよ。3人で来るわけないだろ。決闘の申し込みは歴とした犯罪。正義の刃、覚悟しろ。思い知らせてやる。あれ、あら、西野くんまだ早いですよ。ダメ、お前にダラシンでいいの。と、まあ戦車なしでもワンターンキルできます。戦車に撃たれずとも、人は囲われて殴られたら死ぬ。囲んで棒で叩くのは戦いの基本。これを超える戦術は、人類は未だかつて発明していない。さて、これでロックハッカーとシンクロナイザーが手に入ったので、あとはラス弾へ突っ込むだけなのですが、その前に寄り道します。かなり攻めのチャートにしていますが、ラス弾の安定率を上げるためにとある場所へ。見とけ見とけよ。ここのポイントでバグを使用。 RTA をしたものならば誰しもが向かいたいが、場所が問題で断念する。そんな夢の街へ。行きましょう、行きましょう、行く。というわけで、タイシャーに到着。ここの BGM ホントスコ。タイシャーには砲弾を買いに来ました。その目的の弾が、セメント弾2発とホローチャージです。ホローチャーは詰める限り詰みます。ホローチャージはパーツ破壊に加え、高い確率で会心の一撃になる特性があり、セメント弾は相手をセメント状態にして回避率を大幅に下げる効果があります。本作の回避率は一般的なゲームの解釈とは異なり、直撃するか資金弾のような判定になります。なので、回避率を下げるイコール火力につながり、確実性を上げるために持ち込みます。本チャートではこの2種類の砲弾が手に入るので、火力不足に陥るのはありえないことから、 195mm バーストは拾わなかったわけですね。そして、さらにもう1箇所にも寄り道。くる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 。あ、もしもし、佐々木さんですか。どうもこんにちは。今からそちらに。お邪魔するわよ。行きましょう、行きましょう、行く行く。うわ。ところ変わって、ここは野口ケミカル。ここへは転送装置でしか来れず、稀に発生する転送事故が起きた時にしか来れません。ここにはジグザグライナー、オーガナイザーというマシーンがあり、起動すると再生カプセルが手に入ります。これは唯一の蘇生アイテムです。このアイテムは1個までしか所持できませんが、これがあるのとないのとではバイアスシティの安定率は天地の差があります。その恩恵はすぐに証明されることでしょう。素晴らしいプレゼント、やっとだぜ。さあ、あとはいよいよラス弾を突破してゲームをクリアするだけ。まず、バイアスシティに向かう前に不要なイベント用アイテムなどを預けておきましょう。メカニックを正規ルートで救出すると、捨てられないゴミがあるのがちょっと厄介なんですよね。アイテム整理も完了。それでは、いよいよバイアスシティへ。第1回目の遠征オーバー。まずは ID カードを集めて、パスワードを入力してゲートを開くまで。
この第一目標ぐらいはスムーズに終えたい。終えたくない？頑張るんだぜ。行きますよ。俺は因縁の地へ戻ってきたぞ。バイアスシティの入り口の扉は鍵がかかっており、シンクロナイザーを使わねば開くことができません。鍵は道具欄から選ばねば使ってくれないので、使う必要のあるアイテムなどは全てホモが持つように調整しましょう。イベントアイテムが分散してしまうと、探す手間や選択ミスを招きやすいですからね。さあ、最初のお祈りポイント、お願いです。 SS グラップラーは勘弁。まさかの農園か。嬉しいのと同時に、このごく短い距離ですらデス演歌に怯えなければいけないのが本当に。何はともあれ1個目の ID カードを入手、続いて2個目を回収して、端末にパスワードを打ち込んでゲートを開けるまでは安心できますね。2つ目の ID カードを入手したところで、ソルジャーの最大 HP を確認からの超伝導 X の群れと遭遇。目標にしている HP は1000なので、こいつを利用して経験値を稼ぐことにしました。22ミリバルカンを装備し忘れているという些細なミスはありましたが、まあ問題はないでしょう。バルカンを使えばワッサワッサと増え続けるので、数万単位の経験値をバリバリ稼げるのですが、割とパーツ破壊をしてくるので、それだけは要注意。24ダメみたいですね。しかし、この成長具合ならば許容範囲内。ここまでの高タイムならば目をつむりましょう。あとは、パスワードを入力して ID カードを挿すだけなので、倍速します。倍速できるところは倍速しないと、解説することもなくて困るんだよらーん。よし、ここまでの過程が終わったら、一度窓へ戻りましょう。もう ID カードや鍵などは不要なので、預けてアイテムを補充しに行きましょう。なお、もう人間用の武器は必要ないので、武器は捨てて、ポリマーリキッドを詰め込みます。空いた道具欄には満タンドリンクを満載します。ここで初セーブ。あまりにも序盤で全滅した場合は、迷わずリセ。さあ、ここからが本番。それでは、これより七に入る。なんか、もう、ここからの区間は、完全にトラウマになっています。ここからの運ゲーに勝てるか否かが、本 RTA のすべて。どんなに高タイムをマークしていても、エンカウント、デッド様を何度目で突破できるかによって、すべてが無に帰ります。バイアスシティについてから、2時間以上ロするのもザラだったり。だが、ここまでかつてないほど高タイムをマークしているのだ。俺はこの運ゲーに勝利して自己ベを、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。地獄から始まる RTA 最後の部。始まるよ。早速デスエンカじゃねえか。ホモとメカニックは逃げ、ソルジャーはかばい。おお、怖い怖い。ここでエンカする敵の攻撃は、ほぼ確実に一撃でプロテクターを破壊してくるほどの威力です。ソルジャー以外はまず耐えきれず、そのソルジャーも常に体力を満タンにしていないと。たとえ単体エンカであっても移る危険性が高いです。修復完了、気を取り直していくぞ。まずは一つ目、右下に見えるゲートを開けます。さて、戦車のとこまで戻ります。続いて、一人だけ戦車に乗り、今度は右側の階段へ。この時、左の柵に戦車を寄せておくと、戻ってくる時に1マス分安全度が上がります。戦車に乗っている時ならば、戦車でかばい、他は逃げれば安全よ。また、SS グラップラー1体ぐらいなら倒せば、
と思われるかもですが、こいつはプロテクターがついている上に非常に硬く、ハウリング砲で倒すには3ターンほどかかるので、その間にプロテクターがボコボコ壊される上に、ソルジャー以外は普通に落ちるので、やはり戦闘は避けるべきでしょう。だから、1体でもデフェンサーになるんだから、2体も出てくるな。逃げろよ、ちゃんと逃げろよ。だからまずいって、まだエリッチだって、相手が2体だとボチボンベでも耐えきれないんだよ。早く逃げてくれ。死にましたあのさ、まだエリッチだって言ってるんだルルを。早速再生カプセルにお世話になるかは。ポリマーリキッドの消耗が激しくて、脳みそがストレスで真っ赤なんだが、まだ端末1個しか操作できてないのに、これはもうダメかもわからんね。しかし、なんと1個目のフェイルセーフロック端末までは脳炎か。いいぞこれ。運が良ければ2つ目の端末までたどり着けるかもしれない。行けるとこまで行っちゃいましょう。まさかの2つ目の端末に脳炎化で到着。炎化運が出れてるのかツンなのか。わかんねえな。なんか、本作の乱数は偏りを感じるんですよね。3つ目まで脳炎化？ベッドまで脳炎化は過去に2、3回はありましたが。ここまで出れてるのは初めてだぞ。これは RTA 真の5カゴに違いない。累計300時間を超えて手に入れたこのチャンス、絶対に生かさねばなるまいて。震える針は唯一のデレインか。超伝導 X もいるが、麻痺率は低い。いいぞ、なんか知らんがメカニックが死んでから絶好調だ。少しでも削れたら全回復。油断と慢心はダメ、絶対。また君たちか嬉しいな。ホモの素早さ成長も良かったおかげか、先行逃げもいい感じですね。このフロアに戻ったら、続いて左へ。ここの端末を操作しておくと、バイアスシティへ再戦するのが楽になるぞ。さあ、この先を進めばついにあいつとの究極の運ゲーだ。震える針はいいけど、バットシステムは十分危ない。本当にいい感じにホモが逃げてくれてますね。ここまで SS グラップラーと遭遇しないのは何十回ぶりだろうか。抜けた、まさか二人でここまでたどり着けるとは。普段ならばソルジャーが映ってて、ホモとメカニックだけの真のホモパーティーになってるのに。メカニックからアイテムと装備を剥ぎ取り、準備を整えて。と。いざ、事実上の最終決戦。行くぞ！今ここで貴様を倒せば、記録すら狙えるタイムを叩き出しているのだ。おとなしく念寝してもらおうか。せめて痛みを知らずに安らかに死ぬがよい。落ちろ。落ちろ。1ターン目はダメか。だが1人でも生きてる限りはチャンスはある。プロテクターが壊れれば、それでダメージを相殺できる。プロテクターの数だけ希望はあるのだよ。落ちろ。2ターン目もダメ。お願い寝て。ソルジャー壊れる。そして寝ない。ホモ、君が最後の希望。死にました。知ってた。いや、ガガテットのここまで道は開けている。この時間ならまだまだ記録を狙えるほどの高タイム。とにかく、ポリマーリキッド、満タンドリンク、スリープボトルの3種の神器を揃え、さらに保険用の再生カプセル。これで再戦までの道中の安全性も確保。レンタル戦車に乗り込み、すべての準備が整った状態でセーブ。これで、敗北からのリセットで、素早く再戦することができるぞ。セーブまで完了。それでは第3次遠征行くぞ。
俺は地獄に帰ってきたぞ。さて、前回はミスっていましたが、左側のゲートはすでに開けているので、こちら側からの再戦が最短のルートとなります。ただでさえテッド戦が激烈な運ゲーなのに、向かう道中演歌にも怯えなければならないこの緊張感。だからお前とは会いたくないんだよ。動画削除されちゃうだるーを。ふざけんな。二度同じ動画を編集することほどの苦痛はないぞい。よしよし、ほぼ消耗なしで戻ってこれた。しっかりと準備を整えて、と。第2回戦、バカ野郎お前、俺は勝つぞお前。ここで勝利を収められればギリギリ記録が狙える。我が記録のために。お前の命、もらい受ける。もちろんもちろんもちろん。1ターンにはダメ。次、もちろんもちろん。欠員1名、そしてネズ。死にました。もちろん。リセット。やるじゃない。最初から2、3回で突破できるとは思ってないし、で、別に記録狙いじゃないから自己で更新できればいいし、それに、このコストバブチャートならば、バイアスシティサイト突入も楽ちん。おお、危ない危ない。エンカウント逃げ率はいいんだけどな。準備完了。第3戦目。行くぞ。3度目の正直ということわざがあるんだよ。私は、バラマンのお前は。死にました。もちろんもちろん。早くも1名欠員。これは流れが悪いぞ。だがプロテクターで生き延びた。諦めるのはまだ早いということだな。2ターンにも寝ず、5ターンにないならば寝る可能性があるはずなのだ。プロテクター貫通やめ作り。3度目に寝てくれたじゃないですか。検証では1ターンや2ターンで寝てくれることもあったのに。あ、ちなみに検証結果ではご覧のようになっています。これはラグマシンありでの調査ですが、なぜか3ターン目までに寝なければ、4ターン目以降はほぼ寝ませんでした。なのでラグマシンはあってもなくても変わらないと判断。またラグマシンありでのハウリング砲で殴る公約も検証しましたが、昏睡撃破と突破率の差はなく、恐ろしいほど安定しない上に、突破できても遅くなります。熱バリア展開しても会心食らえば即死、モヒカンが飛んできても即死するのに。こちらはフルドーピングしたソルジャーの会心を、最低4回当てなければなりません。結局は同じ運ゲーな上に、この攻略の方が圧倒的に準備が面倒で時間もかかるんですよね。あ、ちなみにライフが半分以下で使ってくる。満タンドリンクは実際には回復してません。テッド様唯一の良心なのか、設定ミスなのかは定かではありませんか。準備完了。第4戦目。普段は確かに心優しく言葉遣いも良い戦車でも、お前のあまりのタイミングに完全な怒りとなった。仏の顔3度までという名台詞を知らないのかよ。思い知らせてやる。死にました。おう、的確な会心からの即死やめや。何が起きても、こちらは眠らせる以外に手段はないのだよ。おう、プロテクター破壊判定無視するのやめや。おかしいよ、全然寝ないよ。
ここまで絶好調だったのに、睡眠運が全然ない。戦車さえ持ち込めれば、こんな苦労はしないのに。戦車持ち込み前提のステータスなのに、マップデザインミスしたのは誰だ。そういえば、牽引バグで戦車を持ち運べないの？という質問がありましたが、残念ながら不可能です。牽引バグでの柵越え自体は可能なのですが、残念ながらその先の階段は、戦車での侵入が不可能になっており、どうやっても戦車を持ち込むのは不可能でした。他の場所では、戦車が普通に階段を登ったり降りたりできるのに。これ、まさか、バグの存在を容認していて、わざとこんな設定を仕込んだんじゃないだろうな。とか疑ってしまうほどに戦車対策されてるんですよね。そして、しばらくこの鉄道線突破できるまで、特攻作戦が続きます。騙されながら無謀な作戦だな。こんなん解説することなくて編集も辛いだけなので。じゃけん、ちょっとだけ上映会でもしましょうね。割と細いよね。そうですね。なんか太んないんで。あ、そうなんだ。はい。なんかスポーツやってるんだっけ？あ、ボクシングとかしてます。あ、そうなんだ。どれぐらいの成績なの？何戦何勝とか。あ、4戦3勝。ああ、じゃあまあまあ。そっか。今彼女はいるんだっけ？はい、彼女は一応。緊張してる？カメラ見ながらと実際に。じゃあ今日は実家の仕事？なんか服装を持ってきてもらったっていうね。何言って覚えたね。消防です。消防誰かから教わった？いや、なんか独自ということは、白い精子が出るって知ったのはいつぐらい？そうです。その時じゃあいじってたらいいじゃん。そうですね。あ、そうなんだ。先輩から教わったりって人結構多いけど、じゃあ自分に、ね、で、その時にあのネタとかあった？ネタは放送で感情するんですか？今から感情するとその前に指入れて感情やめてくれたの？感情本当やめてください。やっぱいいから。はい、感情やだ。これが痛くなるでしょ。何入れたんですか？それ感情じゃないですか。あー、ちょっと勘弁してくださいよ。全然どこですか？どこで起訴するんですか？ベンドルするに決まってんじゃん。館長なんて何もガキの頃以来ですよ。あ、やったことあんだ。もういいですよね。一本でいいですよね。一本で十分でしょ。ちょっと写真撮ります。そう、出ちゃいますよ。はいはい、まだ出ない。そんなすぐに。痛い、いじんない。いや、痛い、いじんない。ごめん。はい、後ろ見て。はい。あ、後ろ。カメラ、後ろ。くる、ほんと、下痢が。まだ来てない。もう入れないでくださいよ、これ以上、干渉は。来た、ほんと来た。ちょっと待って。どこ行くんですか？便所で取るってこと、便所を起訴するってことだって言わないでくださいよ。取るんですか？見たいって。あ、見たいなって、僕は見せたくないんですよ。ギャラ上げてくださいよ。めちゃめちゃ我慢してますから、うん。早く、ちょっと見なさい。いいよ、出しちゃって。いや、出しません。だって、膝本当があるんですよ。一瞬取ったらもう、普通の体勢に戻るから。うん、出ないです。多分出ないです。出るって。耐えます。もうそろそろ2時間超えじゃねえか。これ以上負けたらリセットだかんな。ウサギに書く、準備だけはしっかりして。準備、確認完了。
それでは最後の決戦。行くぞ。もうお前の顔なんて見たくないんだよ。今度という今度は許さないぞ。もちろん。ついに寝た。では諸君、さらばだ。勝った。褒めた。あっぷねえ。タイマーリセット寸前じゃねえか。やれやれ、スリル満点だな。あ、これでついにこの RTA から解放されるんやな。で、あとは道中演歌でやられる以外にめちゃんこタイムがブレるような場所はないので、よほどのクズ運でなければ目標タイムはクリアできるぞい。たとえあと1回ぐらい全滅しても、再生カプセルを補充し直したりして準備を整えれば、この先の突破率はかなり安定しますからね。ほんと演歌運は出れてるなぁ。それでは、ゲートを開けて仮装へ。戦車に乗っている限りは安全なので、降りる必要がある場所まで倍速。さて、ここから徒歩。今回は AM4 時半の早朝から始めてるし、頭はすっきりしてるから、前回のような精神的動揺による操作ミスは決してない、と思っていただこう。よしよし、ここまで良い感じ。ここのダクト内は SS グラップラーやダイナモ先生は出ないので、安心度は高いですね。ただ、ストマック X が3体も4体も湧くと、1逃げミスでひどい目に遭いますが。さて、ダクトを抜けた先の端末を操作し、戦車のとこまで戻れたらあとは安全。また、たとえここで襲っても、すでに端末操作済みならばリカバリーも楽です。3体は怖い。おお、危ない危ない。1体目の攻撃でプロテクターが壊され、次の1発で300以上食らいましたね。これがあるから、1回でも逃げミスすると一気に危なくなるんですよねー。おう、お手本みたいな演歌やめや。まずい、一逃げミスってる。あ、危ない。下手したら全滅してた。できればもっと先で再生カプセルを使いたかったけど、贅沢は言ってられませんね。まあ、ゲット戦で送ってるであろう仲間の復活に使ってるのが大概なので、かなり温存できてる方ではありますね。ここの誘導はいつも緊張する。かなり際どいライン取りをしたが、なんとかなりましたね。さあ、戦車はもうすぐだ。エンカウンほんと出れてるな。この短い区間で、二度も全滅させられたことがあるというのに。さて、戦車に乗ってからは、セキュリティ線を突破するまでは作業も同然なので、容赦なく倍速していきます。特に改善らしい改善もないのでね、コメントにも困るんじゃよ。さて、ここからのセキュリティ連戦なのですが、こいつらはレーザーや超音波の演出が長いので、戦闘モードを A にしております。見栄えは悪くなってしまいますが、RTA ゆえ致し方なし。セキュリティ戦を約3分で突破。まずまずといったところですね。さあ、あとはサイクロトロンコントロールを止めるだけ。ここは端末までの距離が長いのですが、変化率はかなり抑えめな印象があり。戦車のとこへ帰るまで、1から2円開花で済むのも珍しくありませんでした。まあ、ここで襲ったことも3度ほどありますが。さあ、この端末に4913を入力すれば、あとはモーグラドを倒すだけだ。よーし、帰るぞ。暴れんなよ、暴れんなよ。行きますよ、いいですか、ほら。
いいかい、いいかい、生かしてる、生かしてる、すごいいいじゃん。いくぜ、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 本番の応援歌やりましたね。この日が、この日が来るのをどれだけ待ちわびたことか。電車にタイルパックをしっかり貼り直してっと。これで最後の準備が完了。いざ、ラスボス戦。行くぞ！パンチャー4！ お前に会うのも久しぶりだな。だが、それもこれでしまいにしてくれるわ。まずはセメント弾一発を打ち込み、あとはフォローチャージを打ち続ける。セメント弾さえ当てればほぼ確実に会心の一撃だ。撃って撃って撃ち送れ！八つ咲きにしてやる！シュッ！シュッ！セメントとホロチャを持った戦車に、敗北の二文字はないわ。もう手越しのならだ。今回は前回と違って運ゲーではない。確定3ターンキルをしてくれるわ。絶対に負けんのだ。砲撃始め。とにかく打ち込め。一段、挑戦中。さあ、詰めやりましょう。撃て撃て撃て。これが最終ターン。セメント弾さえ使っていれば会心なしなどほぼありえぬ。さらばだ、ブラド。やっと終わった。これでついに、メタルマックス2の RTA と、動画編集からも、逃れられるんやな。って。あ、ちなみにトランスブラドに対しての睡眠撃破も検証しており、ご覧のようになっています。成功率自体はかなり高かったです。180ミリバーストで普通に打ち勝とうとすると、会心が最低3発は出ないとならず、最速で3ターンでも、下手したら負けることすらあり、勝っても5、6ターンかかるのもざらでした。なので、前回のチャートも間違いではなかったのよ。これにてエンディングとなります。さて、リベンジを果たした感想ですが、チャート自体はかなり洗練されたと自負していますが、やはり全てテッドブロイラーの突破率で無二期するというのが悲しくも辛いところでした。テッド戦が2時間以内に突破できなければタイマーリセットというのを基準としていたのですが、全く寝てくれず、何度もタイマーリセットをすることになり、ブラドの顔を見ることすら滅多にありませんでした。これだけインカウンに恵まれたというのに、ポストバグなしでのニコ生記録保持者の記録に勝てず、改めて、裏技ありと、裏技なしでのニコ生記録が、いかに化け物じみているのかを思い知らされました。それでも、かなり肉薄できたとは思います。念願の2時間20分も無事切れました。というか、私にはこれ以上のタイムを出せる気が全くしません。さらに言えば、もう二度とメタルマックス2の RTA をしたくありません。一人でこんな RTA やってたら頭おかしくなっちゃう。今回、無事リベンジと編集を完走できたのは、メタルマックス2の奏者の方からの情報提供や、タス勢の方の応援。そして、前回の動画で視聴、コメントをいただけたからこそです。この場を借りて、改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。中西さん、ありがとう。やめろって。失礼いたしました。また、リベンジ動画ということで、編集などは手抜きになっているのにもかかわらず、最後までご視聴していただいた方々には、改めて感謝申し上げます。何はともあれ、これでやっとコサメタルマックス2から解放されたので、編集が終わるまで手を出さないと縛っていた、メタルマックス2リローデッドと、メタルマックス3を進められます。こういうモチベーションにつながる縛りがないと、頑張れないんだよー。あ、そういえば、本 RTA を始めて最も嬉しかったことは、少しずつではあれど、市場のメタルマックス2リローデッドの購入者が増えてることでした。やはり、ゲームは実際手に取って遊んでこそ、好きな作品を遊んでくれることこそが、私にとっては、満悦至極、無常の喜びです。みんなもっとゲームしようやー。
まあこんなところですかね。それにしても、同じ作品の RTA を2度編集するというのは、ネタ的にもモチベーション的にも厳しいので、みんなは納得のいく走りができてから、編集を始めることをお勧めするぞい。人生のロスにつながります。では、話すこともなし。編集にも疲れたので休んでもいいですかね。ここでタイマーストップ。記録は2時間12分10秒。これにて、メタルマックス2の RTA を終わりとします。もう二度と RTA は走りません。ご視聴、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。